この形です。これで小文字の Y の形になってるかと思います。で大文字の Y の形になります。でこれはパターに近い打ち方で打つということです。パターに近い打ち方というのはショットに近い打ち方、体を回転させながら まずは、深いラフです。でこういう感じで、強さ、度合いを、強くします。で体重も少し左にかけます。